やるとするか。まあちょっと今日はあれだ、ちょっとビリー、最近ちょっとビリー動画みたいなちょっと作ってるからさ、最近ビリーズブートキャンプみたいな、そのやってるから、まあなんつうの、ちょっとそれのちょっとサムネっつうか、サムネを作ろうかなという、まあそういうあれなんだけど、どういった感じにすればいいんだ一体。難しいよな。これちょっと画面がちっちゃすぎて無理なんだよな、これ、ちょっとね。これどうにすればいいのこれ。こうすれば、あ、こうすればいいのか。こうで。ちょっと待て。いや、これは難しいぞ、マジで。こうで。で、下がまあ。こんな感じか。大丈夫かな、これ。いろいろ大丈夫じゃないかもしんね。で、これをまずあれだろ。おお、おい。いいんじゃねえのか。で、この内側にビールを書いていくわけなんだけど、ちょっとこう、狭すぎる。ちょっと待って。これは無理だ、いくらなんでも。いや、ちょっと待って。まず、被写体を先に書くか、ちょっと。そこだよな。人間を先に書こう。無理だ、俺には。どのようにして書けばいいんだろう。難しいな。人間を書くのって結構難しくねえか。なんかとてつもない、とてつもないことになりそうな気がするんだけど。おお、違う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 、ちょっと待て、落ち着け。鉛筆かな、鉛筆か。ちょ、鉛筆なってねえぞ。気が悪すぎんだよな。大丈夫なのか、こんな。こんな、なんかもう、どういうあれなの言ってんのに。いや、ビリはもっとなんか優しそうな顔してんだよ、なんか。いや、でも難しいな。これは本当なんか画力っつうかもう、相当難しいんじゃないか、これは。やっぱ人間ってすげえよな。絵を隠すと本当尊敬するわ。どんだけ絵がうめえんだよってなんかもういつも思うもんな。あ、まあまあまあ、でも悪くないんじゃない。お、悪くないんじゃねえか別に。なんか別になんかこう見るとなんか優しそうな感じじゃないか。ここから鼻とか作るとなんかあるんだよな。顔ちっちゃくね。そもそも顔がすげえちっちゃい気がする。マジであれなんだよな。歯がすげえ綺麗なんだよな、マジで。歯って難しいな。歯って難しくね。ちょっとこの、あの、ちょっとまあ悪くはないんだけど、あれだな。ここがなんか飛べったよ。すげえ危険あり、なんか。やりにくすぎる。おお、なんかすげえあれじゃん。いたずらっ子って感じじゃないか。いたずらっ子って感じだ。おお、もう悪くないんじゃないの。悪くないんじゃないか、ちょっと。おお、いいんじゃないの。いや、割とあれじゃね。よし、じゃあとりあえずこれ保留にして。で、お、難しいな。こっから難しいぞ。ここから相当難しいあれだな。これ足んなくねえか、このあれが。なんかもう長さっつうのかな、長さ的なちょっとあれが足んない気がする。なんか巻いてんだよな、このビリータジオは。こう指を表現するって結構あれだな、なかなか難しいな。こういうもんなのか、こういうもんなのか。いや、難しいね。親指がどこにあるんだろうな。親指がちょっとどこにわかんねえんだよな、この画像と。まあ、ちなみに俺あのパッケージをさ
パッケージを参考にしてちょっと書いてるからさ、今それ。どこだ？どうなってんのこれ。こっから出てんのか。こんな感じ？多分こんな感じだと思うんだよね。まあ、ちなみにこれ俺が今やってるあのなんつうの、アルティメットブートキャンプってやつのあの表紙なんだけどさ、緑色のやつなんだよね。緑色のあの、なんつうの。あれよ。まあ、色っていうか、そのメインの色が緑色って感じなんだよね、この周りの。で、真ん中にビリーたちが立ってるみたいな。アルティメットブートキャンプでまあ検索すればまあ出てくるんじゃないかな。とりあえずは。すっげえなんかあれだな。しっちゃかめっちゃかだな。これいいのかこんなんで、なんか。首が太いな。ビリー隊長は本当に。いや、こんな書いたことねえから難しいぞ、マジで。腕をなんかさ、この腕がもうすでにおかしいけどな。その筋肉はなんか表現できてねえな、なんか。こうなんか曲がってんだよね、しかもね。これどうやって表現すればいいの、これ。でもこの絵描くなんかあれだな。絵を描くとはなかなか難しいもんだな。で、こうだろ。まあ、これがまあ上半身っていうのが。で、ここに、で、ここになんだ、ちょっと待って。どうかこう。この間にもう一個腕があるんだよね、ここに。こんな感じでさ。こんな感じで、まあ、ここでこの中に腕があるんだよ。こん中に腕がある。すげえ難しい。ビリーの筋肉半端ないな、この筋肉どうやって表現すればいいの？これ。ここがちょっとあれだ。これがちょっと筋肉をちょっとまあ。難しすぎだろ。絵描くの難しすぎだろ、マジで。どうすればいいの一体。もうこれで伝わるかって言ったら全然伝わんねえな。こうで。まあ、せっかくちょっともうビリーをちょっとシリーズ化させようっていうのがもう。何でもありな感じになってたからな。こっちはビリちょっとグーにしてんだよね。この変な黄色いなんかさ、この黄色いなんかあれをなんかつけてなんかタオルみたいな。おー、でもまあなんかなんとなくあるじゃん。なんとなくいけるでしょ。なんとなくね。ちょっと待ってくれ。これ大丈夫なのかな、これ。俺消されるかもしれない、もしかしたら。YouTube。YouTube 消されるかもしれない。まあ、その時は、まあ、察してくれ。何があったのか。いや、難しいね。で、こうでしょ？あ、で、シャツはまあ、白なんだよ。ビリーの。で、こんな感じで、まあ、腕をなんか上げてると。まあ、ここだけちょっと筋肉ちょっと表現できてない。ここいい感じじゃね。こっちはちょっとなんかなんつうの。難しいな。でも難しくね、これ。ちょ、待って。やべ、上半身って、下半身が描けねえ。下半身が描けなくなっちゃった。どうしよう。まあ、いっか。これ。こら。ちょっと待って。ちょっと。これダメじゃん。これはまあいいや、ありってことにしよう。で、ビリーはまあどうだって、どな、何色だこれ。もう割り切ろう。諦める。いいんだもん。とりあえず結果はもう関係なし。まあ青、まあ、白い T シャツにまあこういう感じの、まあ、ズボン履いてるみたいな、そういう感じのね、イメージ的なね、イメージ的な、そんな感じで。まあ、とりあえず、まあ、こう、パッケージがこんな感じなんでね。こうなってて、こう、こういう感じも。で、こういって、まあ、こう、越えてって、で、まあ、この上になんかなんつうの。こういって、これやったらどうなんだ。まあ、別にこれでもいいけどな。ここだけどうにかしたいんだけど。それをまあ白にすればあれだろ、戻っても OK だろ。
多分どっかから隙間があるからこう行ってこう閉ざして、どこあれなの、ここが OK だろ、こう行って今下まで多分行ったと思うから、でこれを後ろにして、あれ元に戻しまったあ、じゃあもういいよ、しょうがない、じゃあこれでいくわ、じゃあ普通のあれでいくよ、もっとでかいのないのかな、なんか、まあ、別にこれでもいいんだけどな、まあそこはちょっと、まあなんていうの、まあ、何しようさっき、まあちょっとワイルド感を、ちょっとワイルド感出すか、じゃあまあこんな感じなんだよ、本当こんな感じなの、この D、 この DVD のこの DVD の表紙はこういう感じでさせてくれ、頼むから、大丈夫かなこれ、俺怒られるんじゃないかなマジで、まあ、一応言っとくけど、 一応俺は全くバカにしてる、バカにするつもりは全くないからね、一応言っとくけど俺はむしろビリーたちが大好きだからな、まあ、だから結構もう長い、もう本当長いことやってるから、俺はビリーズブートキャンプに関してはもう長いっつうか、まあなんつうの、全然まあやる、やってない期間はだいぶもう超長いけど、まあなんつうの、リスペクトはしてるからな、まあこんな感じだよな、もうちょっと塗ってもいいし、まあどうすっかな、まあ超ガバガバって塗って、まあ、上に書いてもいいし、まあ、ここはなんか巻いちゃったから、なんかまあそこ、ここに書いちゃってもいいけどな、別にな。まあ、それでもいいか。そうするか。書ききれねえな、これ。ビリー。難しいね。リズムこっちはもっと無理だろ、どうすっかな、まあ、もうちょっと、まあ、もうちょっと考えてみるか、シャ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 の、こっからやればいける、いける、あでもバランスが悪いか、今度そうなるとバランス悪いな、そうもうバ今更バランスとかも気にしてる、気にする必要ないと思うけどな、まあ、それがあえてここにダーンって書くかなんか、まあ、いいや、ちょっともう一回やってみるか、そんなにこうなるとちょっとあれだね、なんか若干ちょっと迫力がねえな、ビリーってもっと全面的に出したい感じもするんだよね、まあ本当はこれ ここに書いてあるんだよ、白い文字でこの上の方に、なんかこのしょうがねえからな、ビリーズブート、これはもう書き入れないから、ブートキャンプでこれでいいだろう、あ割と悪くなくね、まあ、これでいいんじゃない、とりあえず、あまりともあれだろ、あれだろ、あまあいいんじゃないこれもうこれでいいんじゃないか、とりあえずよし出来上がったな、ここはちょっとなんかなんつうのかな、ここのあここじゃあれか、なんか書くかじゃん、あのここにはなんかなんつうのかな、この下の方に書いてあるんだよ、アルティメットブートキャンプって、そのなんつうの、それでやってもいいし、まあ、どうすっかな、テキスト方式にしてもいいけどな、書き切れるか、あアルティメットブートキャンプちょっときついな、究極編みたいな感じで書くどうすればいいんだこれ、さすがに難しいな、これどうやってあの文字入れるんだっけ、これか、あそうなっちゃうの、ちょっと待って、おあれ大文字切れな、入った
文字ちょっと小さくしないとダメだなこれ。書き入れてねえし。これをじゃあちっちゃくして、どのぐらい ?12 ちょっと待って、まあこのぐらいでも別にいい気がするけどな。まあこれでいいか。じゃあこれでやってこうして、まあこういうふうになるでしょ。あれこれどうやって選択できるんだ。まあこれもいいけど別にな。これをこいつは何だ、これ変更みたいなのできないのか。あ、こうか、これか。あ、まあここら辺でもいいしな。どうすかな、ここら辺でもいいけどな。これでいい。なんか変な感じもすっけよな。まずこれで。まあどうだろう、まあこれでも別に、まあどうだろうな。上か？上なのかな。ああおかしくなってる文字が。こうか。ちょっと待てよ。試しにじゃあこうやってみて、やってみるか。じゃあ、これはこれ変だな。なんかこれはちょっと変だな。ここは別に普通って感じか。こうか。あー、じゃあ場所はこれで悪くないと思うんだよな。自由選択で、ちょっと待って、自由選択塗りつぶし的なのできない。あんまこれ使ったことないんだよな。でこれで、あ、そういうのになっちゃうのか。ああ、なるほど。丸書くか、じゃ普通に。そうするか。そうしよう。こっからも勝手にあれだな。俺のちょっとアレンジがちょっと入ってくるな。いや、これ、枠はまあ黒にして、ちょっと待って。枠黒にして、黒じゃなくてもいいか。まあいいや。ちょっとまあ、なんか色、こんなもんなのか。ちょっと頑張ってきすぎだな。ちょっとそこは一回ちょっとここで切るか。一回切って切る切る切れない。ちょっとは頼むぜマジで。逆にこうなるとなんかあれだ、ちょっとおかしいな。ここはそんな、まあ、そんな気にしなくてもいいと思うけど、こんな感じでいいかな。よしよし。そう、こうやって色つければいいのか。薄めのちょっとなんかさ、あ、そうなるの。囲まれてねえのか。囲まれてねえっつうか。なんか空きがあるんだろうなきっとな。それこれなんで、これだと向こうなのか。普通だったら他のやつ使ってもいいけどな。別にこれでもいいけどね。でかすぎるか。そのでかすぎるのかな。多分あると思うんだけどな、方法みたいな。ちょっと試してみるか。例えばこうやってやるとするでしょ。やるとします。でここでじゃあ試しに、あ、なるね、なるね。じゃ あ枠があるってことか、まあ、だったらそうなるんだったら一回も全部消しちゃって、消してしまって、もう一発撮りで、一発撮りでやった方がいいな。別にもうこれはもう四角じゃなくてもいいだろう。ある程度まあ形が。あ、でもこれでもよくね、もう。舐めてんな、本当に。
なんだこれ、クイッていくの、マジで。これ、なんなの、これ、クイッて現象は。だこう全部つなげることができれば、だこれで、どんだけこだわってんの、一体。あ、いいんじゃん、これで。まあ、いいんじゃないのか。ここら辺がちょっと寂しいけどな、なんか。よし、まあいいや。完成。完成ということにしてくれ。完成じゃなかった。完成じゃない。よし。まあこんな感じだな。じゃあ、俺は去るぜ。去るまだ。